2時3時のクイズ番組二時クイーイエーイ。さあ、というわけでやってまいりました二時クイのお時間です。司会の上力一です。よろしくお願いします。そして解説をしてくれるのはこの方。はい、どうも、二時クイ解説の前泉会、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今回はチームバトルなんですが、今回のゲストはふみのとふみのお二人でございます。それではまずはゲストチーム意気込み含めて自己紹介お願いしたいと思います。まずは野良猫ふみのさんからお願いします。はい、世界一可愛いのは猫のふみのたまきちゃんだよ。みんなお待たせ。あのね、私はね AB 型で左利きでつむじが2つあるから天才なんだよね。つまりだからこのクイズ絶対に負けないからよろしくね。ありがとうございます、ね、途中プロフィール帳読んでるのかと思いましたけど、ね、小学生の時から。ふみのさん前にね一回あの猫がテーマの回の時に、はい、そうなんだよね。そうだね、問題協力してもらったんですけども、うん、ありがとうございました。今回よい勇気を出してスタジオにお呼びする形になりましたんでね。我々が勇気出した、ね、我々が勇気を出しました。あの頃は番組が大事な時期だったんです。安定今が大事な、今はもうちょっと安定してきたんで自由にできるようになった。それはというわけでお願いします、はい、ではふみさんお願いします。はい、二次三次所属バーチャルライバーのふみだぞ。やわれですね、クイズノックさん大好きなんですって初期からずっと言ってるんですけど、なんで呼ばれないのかなってずっと思ってたんですよ。ねえ、スタッフさん。はい、なので困ってる、ね、満を持して来たのでふみのふみでぶっ壊していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かなりクイズには自信がある。あ、もうないです。ない。そうなんだ。勢いだけで見てはいるけど、はい、なるほど。そうですね、見てはいます。さあ、それではレギュラーチームの方行ってみましょう。久しぶりに2人揃いましたね。だけどまずはじゃあふわちからお願いします。はい、二次三次のふわみなとと申します。こんにちは。誰？初めて聞いた。今日ブレてるね。いや、本日の対戦相手はですね、天才と言われたふみの玉木さんとふみ様のお二人がいらっしゃったとのことで、私も天才枠としては非常にライバルになるのかなと思っています。はい、そんな枠だった。でも一人じゃ戦えません。そこでなんと今回久々に揃ったこの二人でやらせていただきたいと思うので。パスがうまい。すこや、頼むよ。任せろ、ふわ。以上です。ありがとうございます。回ごとにキャラが違うのは何なの？探り探りです。隔週でキャラが変わるんですけど。ちなみにこの回の前回に生放送やってるから全然久々感ないんだよね。そうなんですよね。リスナーからすれば。確かに。さあ、それではついてスコヤお願いいたします。はい、皆さんお加減はいかがでしょうか。二次三次所属のバーチャルライバースコヤかなです。ということで皆さんお待たせしました。しばらくお休みをいただいてたんですけどね、この回から。合ってる？前回が生放送だから、この回のより前に生放送の回があるんだな。長い間お休みをいただいた後に生放送があった後の今回ということですけれども、今日は天才が2人いるので、我々はちょっと大天才でいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今回はというわけで2対2のね、タッグバトルという感じになるんですが、大きく分けて3つのクイズのステージに分かれています。そしてこの3つのステージが終わった後、勝利したチームにはボーナスでもう1問だけ2択のクイズに挑戦していただきまして、それに正解できた場合はご褒美がございます。なんすかご褒美？はい、ご褒美なんですがこちらですね、貞治青木まりさんのマカロン。おいしそう。かわいい。こちらのね、食べたい。かわいい感じのやつ、これ正解したら差し上げますし、誰も正解できなかったら、だからもう我々で食べます。司会解説で。司会解説。まずはもうチームで勝利してそのボーナスクイズに挑戦するという段取りなんでね、最後まで、集中力を切らさずによろしくお願いいたします。何でしょうね、クイズの知識もさることながら今回はお互いを思いやるとかお互いの気持ちを察するみたいなスキルが大事になってきますので、タッグバトルのチームワークがね。そうなんですよね。なんでね、そこが強い方が勝つんじゃないかと思っておりますんで、その辺は皆さん自信のほどは両チームあると思いますけど、もちろんですね。もちろんね、一年やってますからね、我々勝ちますよ。どっちの絆がでかいか。そう、ふみのさんがちょっとキョロキョロキョロってなってるけど、自信ないからね。ずっと借りてきたね。はじめまして。お願いします。お願いします。今日いっぱい人がいるんですよ、主役に。違う、さっきからね、すごいね、もうね、借りてきた猫ですよ。横に絡んだことのない変な紫がいて、すいません。こっちにも変な紫ですよ。あ、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。二次クイ。
では参りましょう。最初のステージは正しく伝えろ読み上げクイズでございます。まずチームのどちらかお一人にだけ問題をお渡ししますので、渡された方はそれを読んでください、うん、そしてもう一人のチームメイトが回答者側ですね。読まれ始めてから30秒以内に答えてください。正解すれば10ポイントを差し上げます。なるほど。さらにこの30秒以内なら何回間違えても何回答えても OK です。答え放題となっております。なるほど。なので非常にまあ余裕なんじゃないかなというルール的には余裕なんですが、いいんじゃね。まあ、ただしお渡しする問題には振り仮名が一切振られておりません。じゃあちょっとむずめなあれがありそうですね。逆に言うと振り仮名がないと読みづらい問題が出ますんで。どういうこと？全部漢字みたいな感じですか？カタカナで書いときゃいいところを漢字であえて変えてみたりとか。問題読む人は解いちゃダメなんですよね。問題読む人はもう読むだけ。そっか。そう、答える側はもう分担ですね。どっちやるか難しい、これ、はい、あ、確かに。うちらで決められるのかな。あ、これはもうあのどっちが読むか答えるかこっちでも決めておりますんで。だって、はい、係り分担決まっておりますんで。仕組まれてる、はい、仕組まれてる仕組まれております。まあその読む係がうまく読めなくても答える側がもうそうですね、もうね、どっか力あれば推理そうできればもう答えられるということで、そうです。本当に2人協力しないと正解できない形になっております。もう一点質問いいですか？めっちゃ質問食い気味すぎダメですか？もう一点だけ何質問、何その読めない漢字があった場合の問題文以外のニュアンスを伝えるのはありなんでしょうか？喋れるのは問題文のみでしょうか？あ、そうですね。例えばなんか漢字でできた熟語1文字ずつ読んでくとかは基本なし。あ、OK にします。いいんだ。分かんないところじゃちょっとすごい困ったら最終手段でテクニックで、うん、なるほど、やっていきましょう。わかりました、まあ、とにかく答える側に問題文を伝えられれば OK という形でお願いいたします。この人だったらこういう風に読むんだろうなみたいな。まあ確かにそこもね、理解力が ね、 いけるかもしれないですからね、間違えても。最悪訓読みで読んでる。まあそうね、なんとかなるかもしれない。作戦立ててる。 OK です。 OK です、ありがとうございます、交互に2問ずつ挑戦してもらいます。それではまずは、まあ、レギュラーチームちょっとお手本がてらね、見せてもらえればと思います。お手本だ、はい、見せてあげよう。僕がスタートと言ったら、問題が出てきますので、回答者は30秒以内に答えてください。まず一発目読む係はふわくん、はい、そして答える側がすこやさんで参ります。頑張ります、はい、あ、なるほど。さあそれでは問題文ここから出ますので、はい、ふわくんはもう出たらすぐ読んじゃってください。それでは参ります。はい、読み上げクイズ用意スタート。はい、はい、30秒。セーマン、立教やワチカンがここの領土に囲われている首都をランマに置く国はどこ？なんて国ね。以上です。イタリア。正解。 お見事でございます。すげえ。レギュラーチーム10ポイント獲得です。はい、やったー。俺の何は合ってた？あ、もう決め手がどこだったかっていう。あ、ちょっと聞きたいですね。バチカンかな。バチカン、バチカン、もしかしてバチカンなのかなと思ってたんだけど、うん、と思って、なんかもうその辺でなんかありそうな国30秒以内だからどこでもいいやと思って、うん、一番ありそうなとこ選びました。賢いね君。いや、冴えてるな、すこや。え、この聖魔立教あったのじゃあこれ一回前澄くん正しい問題文を読んでもらっていいでしょうか？サンマリノやバチカンがここの領土に囲われている首都をローマに置く国はどこ？ランマじゃないのか。まあ、答えがいたり分の1かと思ったまあでも見事そのバチカンがバチカンっぽいっていうのと、まあ、ランマローマみたいなんで推察ができたのがお見事かなと。やったじゃん。ちょっと読解力に助けられましたね。いやいやいや、ほんとお手本のようワチカンがバチカン、バチカン、そこには外国語っぽい発音が。そうですね、そういうやり方ありかもしれない、まあ、サンマリノもバチカンもどっちもイタリアにぐるっと囲われてるんだよね、完全に、はいはい、イタリアの中から、まあ、どっちとして独立してるみたいな。なるほどね。正解したところでちょっとゲストチームプレッシャーのある状態からのスタートです。そうですね。それでは、ゲストチームは、問題まず問い読みの方をふみさんにお願いします、はい、そして回答をふみのさんにお願いいたします。すいません、余裕余裕、はい、準備はよろしいでしょうかね。はい、はい、それでは参りましょう。読み上げクイズスタート。え、さあどうぞ。お読みください。これ長尾じゃん。長尾ろって何これ。こもりぐま、かも、カモ、何これ。カモ、ツノといった動物が生息する国はどこ。コモリグマ。日本、日本。カモ、あれ、日本ではありません。これ何、何、カモ、カモ、
カモ角、カモの角、カモの角、あと長尾って書いてある。長尾さん、長尾系が住んでる。長尾さんが住んでるの、ね、ロ、長尾ロって何。長尾さん30秒終了です。わかんないよ。ちょっと長尾仕込まれてたか。そう、長尾が仕込まれておりましたがね。これ意図的じゃないですか。これこれさすがに意図的か。ちょっと意図的でしょう、ね、あまりにもね。読み方教えてほしい。これちょっと見てみる。何や。カンガルー。コアラ。あ、これコアラなんだ。カモノハシといった動物が生息する国はどこ。でも読めても分かる。カモノハシ、カンガルー、コアラ。うわ、おということは、うわうわうわ、そう、まあ、たまちゃん、スコア、たまちゃんがもう、どうですか。イタリアかな。2連続イタリアはないっすね。これ悪くない、これダメだ。たまちゃん分かってもダメだ。まあ、正解がオーストラリア。いや確かにカンガルーとコアラ結構有名ですよね、やっぱ。さあというわけで、ね、残念ながらちょっとゲストチームポイントならずではございましたが、まだまだもう1問ずつございますので全然追いつけます。さあそれでは帰ってきてレギュラーチーム2問目参りましょう。今回は、問い読みと回答が交代します。交代だ。スコヤが読んでフワッチャー答える。でも読みめっちゃむずくない、ね、この感じ。だから俺理解力あるから頼んだ。とりあえず一旦最後までだ。うん、オッケー。軽っ。さあではね、それでやってまいりましょう。レギュラーチーム2問目の問題まいります。用意スタート、昆虫のカゲロウなんとかトカゲのうち なんとかかんとかやアキアカネなどの種類がいるのはどれ。さあどうだそっち。昆虫のカゲロウ、もうちょっとヒントが欲しいか。なんとかトカゲ、トカゲじゃない、あのトンボのうちなんとかなんとかやアキアカネなどの種類がいるのはどれ。アキアカネなどの甲殻類、種類がいるのはどれ。何の字。カゲロウ、なんとか、トンボ。トンボ。あー残念。あー残念。時間切れでございますね。いけそうだったね。いいとこ行ってたんですけれどもね。なんならスコヤは答え分かってるみたいな感じ。めっちゃヒント出してたね今、うん、俺の甲殻類美味しかったですか。甲殻類はかなり遠かった。虫っつってんだろうってなって。カニじゃねえ。昆虫のカマキリ、カマキリかこれ、バッタ、トンボのうち、オニヤンマやアキアカネなどが、などの種類がいるのはどれと。となると答えはトンボ。トンボ。そう。そういうことか。そうそうそう。この3つのうち、うわ、そうなんだ。まあ、だからトンボのアキアカネがいるのはどれでも、ほとんど答えは絞れてたんだけど、スコア的にはここで分かってっていう感じだったんだけど、うん、めっちゃ強調して読んでたね。いや俺カゲロウまで出てたのに、ごめんな、カゲロウじゃなかった、ごめん。スコアが悪かった。いや惜しかったよ、すまん。あ、ちなみに今出たカゲロウはトンボと全く同じ字だね。あ、そうなんだ、うん、トンボとカゲロウは全く同じ字を、ね、はい、さあというわけでここで、ゲストチームに追いつくチャンスが芽生えてまいりました。頑張るぞ、おいで、はい、でゲストチームの2問目も、問い読みと回答者さっきの問題から交代します。ふみのさんが読んでふみさんが答える。よしよし、任しな、任しな。自信満々ですがやってまいりましょう。それでは、はい、ゲストチーム2問目まいります。制限時間は30秒、用意スタート。16インを一度する。日本では主に十柱の玉などに使われる重さの単位は何。単位、単位、うん、石、石、柱、神、十六柱、あれ違う、十六インス、何分かんない。さあ時間切れでございます。ちょっと難しい問題だったかもしれません。これは難しいよねこれ、はい、伝わっても答えられなかったかもしれない、うん、これ分かったかも。10本の柱で玉があるやつといえば、ね、分かった。じゃあフワッチ、まず先フワッチの聞きたいな。ポンド。おー、すごい。ポンドでございます。ポンドって何。何ポンドって。ボーリングじゃないこれ。そうだね、の柱の玉、はい、まあ、読みも含めて一回読みましょうか、はい、読み方が16オンスを1とする。欲しい。日本では主に実中儀、まあ、ボーリングでもよ、ボーリングの玉などに使われる重さの単位は何。答えがポンド。玉の重さ。ああ。だったらもうボーリングしか出ないんで。なんで分かんなかったのよ。玉の重さ、なるほど。確かにそこだけ読めれば伝わる人には伝わったと。確かに、うん、そもそもポンドっていうものを知らなければちんぷんかんぷんな問題では確かにあったか。ですね、
ポンドとトンボでかけてるんですかこれ。あ、そういうことか。あ、そうだったの。そうだったんですか。ディレクターが大きく首を振っているたまたまだそう。残念ながらゲストチーム今回も正解ならずだったのでレギュラーチームが今10ポイントでリードでございます。まだ10ポイントか。はい、まだまだ全然どう転ぶか分かりません。二次食い。では続いてのチームワークを試されるステージは目指せぴったり近似値クイズでございます。近似値、久しぶりに聞いたなその言葉。近似値でございますね、はい。こちら数字が答えになる問題を出題していきます。これは2人で相談せずに別々にフリップで回答をしてください。ほうほうほう。そしてそれぞれ回答が出た後にチームの2人の答えを平均した数字をチームの代表の答えとみなして正解に近いチームに10ポイントが入ります。はいはいはい。片方がすごく正解の数字に近い数字を出せてももう1人が思いっきり外した数字を出したらもうそれで平均が遠ざかってしまうというのがありますね。はい。でまあこれ相談しながら回答するのはダメ、一人一人の回答なんですが、相手が分かんなそうだなとか大きい数字出してそうだなと思ったらバランスをとって平均に近づけるみたいな、そういうテクニックも試されます。さあというわけで問題やってまいりましょう。第1問はこちらです。問題、東京都の人口は何人。さあそれぞれフリップにお書きください。こちら2022年2月時点での統計でございます。東京都の人口は何人。2020年ですか。22年。今年の2月何年なら分かるの。20年だったらな。2年ね。待って、ちょっと待ってくださいね、はい、必死すぎるな。いやだってマカロン食べたいから私。確かに確かに。書きました。お、はい、よろしいでしょうか。はい、それでは全員の回答が出揃いました。結構バラエティに豊かな数字が揃ってる感じでございます。それではまずは、全員の回答を一斉に見てみましょう。オープン。スコヤ300万人、フワチ18万人。なるほど。そしてフミノさんが、10万と2434人。そしてフミさんが5000万人。これはまあだいぶ差が出ましたね。コート出るか不コート出るか。もう近似値だからな、友達ちゃん。確かに世界が58ですよね。もっと多いね。80億近くいるんじゃないかな。今80億いってんだ。日本が3億とかじゃない。もっと少ないね。1.3 億人。そんな少なかった、うん、半分東京になっちゃった。そしたらまあでも半分東京にいるようなもんじゃない。本当ですよね。いや、ほぼ東京だな。狭いぞ。でも誰も正解を知らないままなんとなく会話をしておりますが、まず発表。レギュラーチーム2人の平均値が159万人。まあまあまあ、あれもあれ、はい。そしてゲストチーム2人の平均が、2505万人だいぶ違うよ。一桁違いますから。確かに、はい。そして正解発表いたします、はい。これ近い方の、チームの勝ちでございますが、正解はこちらです。1398万485人。というわけでゲストチームの方が近いですね、はい。ゲストチーム10ポイント入ります。レギュラーチームが、1239万、そしてゲストチームが1107万。かなり近かったけれどもわずかな差でゲストチームの勝利。接戦か。まあ、さっき話にも上がったけど日本の人口が約 1.3億人と、うんうん、の中の 10% ちょいかな、 11% ぐらいが東京に住んでるよっていう感じだね。多いな。 10% か。では続いての問題参りましょう。問題、広辞苑第7版のページ数は何ページでしょうか。かよ、しかもお書きください。6版なら分かったのに。これ第7版は最新版でございますね、はい。別冊の付録等は含まないものといたします。付録なし。付録なしですね。マジ。あったら分かる。あったら分かってた。マジかよ。あくまで広辞苑本体だけの、うん、俺広辞苑持ってましたからね。お、え、使ってた。多分使ってた。多分初期のやつかな。めっちゃバツイですよね。初期のこんくらいあるんですよ。初期のって増えるんじゃないですか基本。工事なんか持ってたんですよ初期、こんくらいあった気がする。
それは実家にあったみたいな感じってこと。そう、こんぐらいあった分厚さ。めっちゃ言うじゃん、こんぐらいあった。こんぐらいがね、どんだけ見てほしい。そう、これ何センチくらい、何センチくらい、これね、10あるな。9ぐらい、9センチ。重さの感じとか覚えてる？ポンドで、ポンドで0.2 ポンドぐらい。軽い。はい、皆さんよろしいですか？出揃ったでいいのかな、はい、これで。よろしいですね。はい、はい、それでは、全員答え出揃いましたんで、まずは皆さんの答え見てみましょう。回答オープン。スコヤ4000ページ、フワッチ1200ページ、フミノさん40ページ、フミさんは2500ページということで、これまた極端と言ったけども、ね、40ページってちょっと頑張った同人誌くらいの感じですけども。え、甲子園って絵本とかじゃないの？幼稚園みたい、小学館から出てる。付録がついてくるから。そうそうそう、あ、雑誌ね。なるほど。そう、7月に発売したやつかなみたいな。あ、第7弾、はいはい、そうそうそう、7月号かなって思ったんだけど、7月号ね。ちょっとこれは我々の説明不足か。確かに、ね、皆さんご存知みたいな感じで言ったのがよろしくなかったけれど。そうだそうだ。なんか責められてるけど。そんなわけなくないって一瞬思っちゃった。さあ、スコヤちょっと冒険したという感じでしたけど、4000ページ。いや、なんか昔の英語の辞書をよく見てたんですけど、普通に1000ページぐらいあったような覚えがあるんですよ、うんうん、はい、でそれよりも多分広辞苑って分厚かったような覚えがあって。確かにな、ターゲット1900で何ページだあれ。ターゲットは分からんな。ふみさんはそこどうですか、2500ページという答えは。そうですね、俺も最初3000ぐらい行こうと思ったんですけど、まあ、ちょっと平均狙った。いや、そう、平均狙って、まあ、3000もあったら人間困るだろうなと思って、2000ぐらいの方が言葉いいのかな。あ、タムちゃん、これ辞書ないよ。あ、お、え、辞書。辞書の話してたの。辞書の話しました。え、ということで間を取って2500です。40じゃないじゃん。気づいてしまった。まずレギュラーチームの平均が2600ページ、まあまあまあ、そしてゲストチームの平均が1270ページ。まあでもありそうだな、うん、大きく離れてはないですが、結構丸い。近そうだね。それでは正解発表いたします。広辞苑第7版のページ数は、力一さん、はい、ここにあるんですか。どうっつった、本物だ。いや、あるんだ。え、これ実際にじゃあ調べてみてもらおうかな。おお、実際に調べる。ドーンっつったよ、私物です、なんと。本当に持ってる。前よく持ってこれた。俺が知ってた広辞苑よりなんかデカなってるで。うわ、でも紙の素材、これでもやっぱ、そう、ちょっと素材感見て、うん、いい色。結構薄いよね、うん、もうちょっと待って、衝撃。これ衝撃だわこれ。見ていいんですか。何ページでしょうか。お、お、答えは、答えは3188。はい、ということで、はい、ということで近いのはレギュラーチームでございました。10ポイント獲得です。スコヤ近いじゃん。やったじゃん、俺たち最強。そうですね、ちょっと持ったスコヤが一番近かったと、3000ページ超えでございました。俺の9センチ近かった、意外と、厚さが8センチ。おお、やっぱな、やっぱ感覚なんだ。まあ第6版に比べて140ページも増えてるんだけど、はいはい、まあ、なんで8センチかっていうと、そもそも8センチまでしか製本ができないらしくて、まあ、頑張って頑張って、それこそ紙を薄くして厚さそのまま140ページを増やした、はい、やっぱ紙の素材でその枚数稼いでんだ。そうだね、紙の素材薄くしてやってるね。めっちゃ薄いっすもんね。薄いけど、この裏写りっていうか、裏に透かして見えないようになるべく特殊加工を施して頑張ってるらしいよ。すげえな。さあ、では続いての問題はこちらです。問題、2021年一世帯あたりの餃子年間購入額で全国1位となった宮崎市、その金額は何円でしょうか。お書きください。宮崎なんだ、はい、これも想像しやすいこう問題ですね、今までのより。そうですね、ちょっとあの条件としてあるのが、一世帯が1年間で平均何円の餃子を買うのか。でこれがあの冷凍の餃子とか、あと外食で外に食べに行った餃子とかは含みません。餃子焼いてある餃子を買って持ち帰って食べる数のみをカウントしています。それどこの店ですか。
なんか多分いろいろ餃子専門店みたいなのあるんですかね、テイクアウトとか。そういう情報もあるんだね。そういうのを計算してる団体がいらっしゃるんだ。すべての餃子、確かに、すべての店のテイクアウト。なるほど。じゃあ冷凍餃子はなしってこと。冷凍餃子なしだったらそんなね食べないよねって思っちゃうけど、うん、そう、そこも含めて数字を出してみてください。宮崎でしょ。宮崎、宮崎ってどこだよ。九州だよ。さあ、おおむね数字が出揃いましたかね。よろしいですか、はい、皆さん。はいはい、はい、それでは、皆さんの答え一斉に見てみましょう。オープン。スコヤが24,000円、はい、そしてフワッチが44,520円、はい、そしてふみのさん120万円。軽自動車買えるやないかい。でふみさんが2万円と、はい、皆さんね結構まあ1万円超え2万円超えという形になってきましてね。確かに、はい、まずちょっとふわっちやっぱりこの数式気になるんですが。どういうことだ。気になります、うん、どういうあれから導き出したのか。なんでワニさんしてるの。まず餃子1日1万個って言葉をご存知でしょうか。えありますね。何それ。あの王将の CM で聞くやつね。そうなんですよ、餃子1日1万個そのぐらいも売れてますよと1日に、うん、っていうのをまず世界基準で考えて世界まあ 1個の都道府県で1万個売れてる計算で、まあ、日本って47府県じゃないですか、はいはい、まあ、それ47割らせていただいて、まあ、1つの、まあ、宮崎市に、まあ、約212個出てる計算となっています。市なのに、県から市に飛んだ、はい、で47で私市になった。それの計算をさせていただきまして、それ1個で大体6個ぐらいある地球餃子、まあ、大体210円ぐらいなんですよ、うん、はい、あ、そうなんだ。だからそこをかけさせて、まあ、1日44,520円という計算になりましたね。なるほど、ちゃんとしてる。でもこれこの計算式だと宮崎県に王将の餃子がいくら配られてるかの計算式っていうところがある、うん、それはちょっとよくわかんないです。じゃあ文野さんはこれ 10×12 は120という何の計算なの。この計算ちょっと説明欲しいんですがどうでしょう。説明させてもらうと、はい、そもそも餃子ってなんかすごい人気な市で食べられて何笑ってんの。真面目に最後までやって笑顔した。餃子ってさ、うん、のいっぱい食べられてる町でのやつだから、はい、多分1ヶ月に10万円分ぐらい食べてるかなって思うでしょ。それで12ヶ月で120万かなっていう気持ちなんだよね。食費全部餃子ぐらいだね。やっぱ そうだね、1位になるぐらいだから毎日餃子食べてるかなって思ったので、朝昼晩餃子ですね、もうね。そうそうそう。さあ、それではどちらのチームの平均値の方が近いのかという形でございます。まずは、それぞれのチームの平均発表したいと思います、はい。レギュラーチームの平均が34,260円、そしてゲストチーム61万円。どっちが勝つね。どちらかが必ず勝ちます。そういうゲームだ。さあ、それでは正解どちらが近かったのか発表です。宮崎市の、餃子年間購入額はこちらです。4,184円ということで、食べてないじゃん。両チーム大幅に超えてはいるのですが、近かったのはレギュラーチームでございます。10ポイント入ります。食べてないじゃないですか、ね。さあ、ちょっとね、今ね回答者側から不満が漏れましたが、解説の方よろしいですか。世界で割るの忘れとった。まあそうだね、単純計算で前年に10回ぐらい食べるか食べないかぐらいかな、うん、みたいな、うん、そのなんだろう、一世帯、まあ、平均が 2.5 人だとしても、まあ、5回食べるか食べないか程度っていう感じなのかな、一世帯で割るんだった。そんなに1位とか言わないでよね。そうだよね。1位っていう言葉に惑わされてしまいましたね。まあ、ただその1位っていうのはもうそれこそ宇都宮とか浜松とか名前が上がったけど、うんうん、を抑えて、うん、去年初めて宮崎市が1位になって、そうなんだ。2位の、そう、うまい餃子屋さんがあるんやろな、うん、なんかどうなんだろう、市を挙げて1位になるぞみたいなプロジェクトがあった感じなのかもしれない、浜松宇都宮を超えていくぞっていうね、うん、意思があったのかも。結構浜松が3,728円、宇都宮が3,129円を結構大幅に抑えて4,184円になっていて、ちなみに全国平均は2,093円だから、まあ、全国平均の約倍は食べてる
らしい。うわ、なんか餃子食べたくなってくるよ。あれもしかしてこれもそういう作戦？作戦ですね。我々おじさんじの餃子消費量を上げようっていう。餃子消費量上げて。残念ながら今回のご褒美はマカロン。マカロン。まあ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 。難しいクイズでございましたが、こちらの近日クイズは以上でございます。2つのステージが終わっての中間発表ですが、現在レギュラーチーム30ポイント、ゲストチーム10ポイントで、はい、レギュラーチームが20ポイントリードしています。さあ残り1ステージとなりますが、逃げ切るぜ。どうでしょう、逃げ切れそう？頑張ろう。いや追いつきますよ。追いつきますかね。そうはさせないよ。こっから先は、ね、早押しクイズになってきますんでね、うん、また全然戦い方も変わってくると思います。ねじかい。さあそれでは参りましょう。最後のステージは2人で答えろ早押しクイズ。イエーイ、はい、で今から、ね、はい、2人で答える早押しクイズをまず出題いたします。そしてこの答えはすべて〇〇のバツバツといった形の言葉になっています。おー。でこの早押しのボタンをまず押した人はこの前半〇〇ののみ答えてください。それを聞いて同じチームのもう一人チームメイトが続きのバツバツを答えるという形になります。ちょっとややこしいんで僕と真由澄くんで一回お試しやってみましょうか。絶滅の危機に立たされた人類と巨人たちとの戦いを描いた昨年完結。さあ真由澄くん参りましょう。進撃の巨人。なるほど、こういう形ですね。なるほど、はい、分かりやすいみたいな感じで。2つ言ったらアウトですか？2つつるっと答えちゃったらこれはもうアウトになります。不正解扱いになるんで気をつけてください。はい、まあ、なんで自分は答え分かっていつでも早押しできるけどこれ相方はどうかなみたいなところの。なるほどなるほど、ね、後藤だった場合はもう一旦回答権なくなり、うん、相手チームはが押せるようになります。なるほど、結構慎重にならないとね。だから1問につきもう1回ですね、チャンスは1チームにつき、うん、はい、あ、相手もダメだったらもうその問題はなしってことですか？なしですね、うんうん、はい、頑張らなければ、うん、さあ結構ね2人で二人三脚頑張ってもらう形になります。うん、まあ、コツとしては、うん、押した人が一呼吸置いてちゃんとなんとかのって振ってあげると、あの相手もやりやすいし自分も言い切ることがなくて一呼吸置くのが大事じゃないかなと。コツまで教えてくれる、優しい。ありがとう、この解説やるな。ありがとう。さあそれでは感謝の気持ちが伝わったところでやってまいりましょう。あれやりたいんですけど、試し、はい、いつもクイズノックさんやってるやつ、まあ、ボタンチェックがやりたい。そう、はい、あ、嬉しい。本物だ、本物だね。ふみのさんやっとかなくて大丈夫。あ、やろうかな、いくよ。やった。苦してる。楽しいね、これ本物初めて見ましたよね。うん、こんなのあるね。何回やる。いっぱいあるから1個ぐらいもらってっても割れないから、うん、後でもらってこう、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ま、満足しましたかね、大丈夫ですかね。はい、さあそれでは早押しのお時間でございます。準備はよろしいでしょうか？ OK です。はい、では参ります。第1問、問題。現在は虹色バージョンが稼働中である。音楽に合わせてドンか。さあどっちが早かった、誰が早かったか。野良猫かな。ついてるのはふみのさんですね。それではふみのさん、前半の答えをお願いします。太鼓の達人。お見事、正解でございます。早いな、太鼓。今までの役立たずなんだった。役立たず。夜やん。ここで才能が開花した。ひどい。それあんだけ押すわ、ボタンもね、それ。確かにドンで気づくべきだったな。確かにね、私はもう虹色で気づいてた。そうなの、うん、早い。すごい、虹色バージョン知ってるんですか？知ってる。嘘だ。ちょっと泳がした意味がないもん。まあ確かに。さあというわけでこんな感じで皆さん、はいはい、どんどん答えていってください。楽しい。では続いてまいりましょう。問題。地獄にいる罪人の神田田がおしゃっ。さあスコヤですね。ではスコヤ前半をどうぞ。雲の糸。お、正解。これはお見事とでございます。はい、はい、神田田がお釈迦様から一筋の希望を与えられるも身勝手さからまた地獄に落ちてしまうというあらすじの芥川龍之介の小説は何の何だったでしょうか。雲の糸ということでございます。神田田って人の名前ですか？そうだ、神田田さん、まあ、正直全然わからなかったですけど、雲のってやっぱ言ってくれて思いついたっていう、うん、ありがとうございます。雲の巣とか言われたらどうしよう。
結構そこは賭けだもんね。そうですね、賭け。さあでは続いての問題参りましょう。問題、そばにいたいよという。さあどなたが押したか。文野さんですかね。あ、着きました。はい、文野さん、答えの前半をどうぞ。ひまわりの約束。お見事でございます。早い、一チーム強い強い、強い、はい、ジャンルポピュラーに強い、うん、ドラえもん好きだからさ。確かにそうなんだ。スタンドバイにドラえもんの主題歌でもある畑本博のヒット曲は何の何、ひまわりの約束。お見事でございます。よく歌詞ってわかりますね。青山テルマかと思ったよ。そばにいるよね。そばにいるねみたいな。さあ一進一退の攻防続いてますが、まだまだ早押しは続きます。参ります。強いなマジで。問題、砂漠に不時着した僕と星。さあ誰が早かったか。ふみさん、答えの前半をどうぞ。星のカビ。残念。これ言っていい。さあ健山参りましょう、どうぞ。星のゲン。あいつボケる気満々だった。ボケる気満々だ。おもろゲンじゃない。それしか出てこなかったっす。星野源さんじゃん。それ星野言ってくれよ。そっか、確かに不時着したことないでしょ星野源。好きで、はい、好きでじゃない。好きなんです。畑本博とね、そう星野源でね、好きなんす。星々を巡ってきた王子様との触れ合いを書いたサンテグジュペリが書いた名作小説は何の何。星の王子様でございました。星野源さん、星野源王子様だろ。そうですね、作家の王子様です。確かにね。だからでもなんか星野の後いっぱいありそうないい問題ですね。確かにね、うん。まあ、確かカービィもなんかゲームの始まりそんな時多いですもんね。不時着はしてるから少なくとも。ワープスターがヒューンみたいな。うん、さあというわけで両チームノーポイントでございます。こうしたわ、すまん。いいよ、思い。3ヶ月分ぐらい笑ったわ。行きましょう。めっちゃおもろかった。止まれんかった。では参ります。問題。こなきじじいや。はい、さあ早かった、はい、こちらふみのさんですね。では答えの前半をどうぞ。ゲゲゲの鬼太郎。素晴らしい。早いな。早押しが強いですね。はい、粉木じじいやネズミ男など個性豊かな妖怪が登場する水木しげるの漫画は何の何。ゲゲゲの鬼太郎あるいは墓場の鬼太郎でも正解でした。しかもなんか文野さんって別にハッて押すんじゃなくて、こう気づいたらスッて押してるから。達人の押し方してる。押すのうまいってなってる、うん、やばい、まくられるこれ。やばい、やばい、ちょっとね、ゲストチームの強さが出てきましたが、うん、ではまだまだ問題参りましょう。問題、うん、オープニングテーマ散歩も。さあこれは誰が早かったか。文野さん、はい、はい、では答えの前半をどうぞ。隣のトトロ。お見事です。散歩、はい、散歩も人気がある1988年に公開されたスタジオジブリの映画は何の何でしょうか。隣のトトロでございます。ちょっとでもジブリはね狙ってましたよね我々ね。山張ってたんだよね。張ってましたね。なるほど、何の何は絶対ジブリだろう。確かにね、ナウシカのなんだっけ、風の何の何ちょっと思いつこ。何の何をちょっと想定しとこう。なに、紅の豚しか出てこないよね。確かにジブリで。ジブリ来ないでしょ。ですからね、こっからでもまだ仮暮らし出てくるか分かんないですけど。なんと最後の問題となりました。さあちょっとね、レギュラーチーム押され気味ですが、ここでね、何とかリベンジなるか参りましょう。では最後の問題です。問題、時のオカリナ。さあこれは誰が早かったか。スコヤ前半どうぞ。ゼルダの伝説。いい声で正解。押してくれてありがとう。いやこれは確かにスピード勝負でした。時のオカリナ、ムジラの仮面、ブレスオブザワイルドなどの作品がある任天堂のゲームシリーズは何の何でしょう。ゼルダの伝説ということでございます。さあこちらレギュラーチーム10ポイント入ったところで全ての問題が終了いたしました。この10ポイント大事よ。でかいね。さあ最後にね、野良猫が覚醒して相当まくり上げてきましたが、さて結果はどうなったのでしょうか。結果こちらです。レギュラーチーム50ポイント、ゲストチーム50ポイントということで引き分けとなりました。引き分け、すげえ。でも引き分けになった場合これはどうなりますかね。この後2択のクイズになるんですけど。あ、そっかそっか。みんなで力を合わせて、全員で力を合わせてマカロンチャレンジ。マカロンチャレンジとかありなんですか。もうチームの垣根を越えて4人がマカロンを手に入れるか、我々
がもらうか出題陣でもらってしまうかというね、うん、すごい最終回みたいになってる非常に我々の印象が悪いんですが、まあ、そうしましょうか。それでは頂上決戦、ね、頂上決戦。逆に言うとこの4人で2択どっちかに決めるってすごい大変だと思う。まあそうですね、まあ、4つ分の知恵があるということですから、うんうん、確かによりやりやすく、まあ、ここで培ったチームワークでぜひ4人で正解を選んでほしいです。虹食いボーナス問題2択出題いたします。正解したらもご褒美のマカロンが出てきます。それでは参ります。問題、次のうちタコ揚げのタコが由来となっている言葉はどっち。金に糸目をつけない、裏で糸を引く。さあどちらでしょうか。ぜひ相談してね、みんなで。そうですね、相談していいんだ、うん、相談してみよう。上か、お正月にする方やるやつですね。うちのタコ、これ皆さんのタコです。でも糸引きすぎってちょっと分かりやすすぎじゃないですか。なんかなんか糸目とかがこういう糸を結ぶと か、 なんかそういうことでこうお金が飛んでくのを止めないっていう意味っていう引っ掛けかもしれん。これなんかな、聞いたことあるんだよな。あ、そうなの。うん、俺はね裏で糸かな。え、そっちか。うん、でもお正月にさ年賀状じゃない、なんだっけ、お年玉、うん、もらうから金の方じゃないの。まあタコに関係して。そうそうそう、じゃあタマちゃんはそっちで我と下なんで、数月で下にしましょう。裏で糸を引くにしましょうかね。うちら裏で糸を引くにして、そっち金に糸目をつけずるいずるいずるい、それだと俺らが食えなくなっちゃうずるいよそれ。ずるいですよそれはね。いやあれは糸目かなって思ってたんですよね。糸目、うん、裏で糸を引くがちょっと、糸を引くは直結すぎるから怪しいな。確かに。まあそうね、ちょっとゲストさんに決め、うん、委ねようかな。優しい。ちょっと2人で決めてもらったやつ。いやいやいや、まあ、うちらも考えてありそうだなと思うから、うんうんうん、そっちにしよう。任せる、うん、じゃ あ甘えますか。うん、じゃあたまちゃん答えを、こっちが甘えてる、言ってください。いくわよ。金に糸目をつけない、金に糸目をつけないで最終的な回答よろしいでしょうか。ファイナルアンサー。ファイナルアンサーありがとうございますさあそれでは正解か不正解かお願いします。うわ、お見事。正解は金に糸目をつけないがタコ揚げのタコ由来の言葉でございました。そうなんだ、ね、レギュラーチームがなんか、まあ、譲りますよとか言って場が外してるっていういやでもあのファインプレーですよね。逆に、まあ、逆にいいところあげましょうよそうですね、わざと間違えたみたいなところあるからねうちらね。素晴らしい。そうそう、こうなるって分かってたからありがとうございます、はい、まあ、どちらもね非常にぽいんですが解説の方お願いします、うんうん、あれだいたいスコアが言われたからな。え、確かに、まあ、糸目っていうのがそもそもタコにつけてる、あのタコ自体の釣り合いを取るためにタコ自体につけてる表面の糸のことを糸目と、糸自体を糸目っていうんだよ、ね、うん、で、まあ、そのタコ糸をつけないとタコが制御できずにどっかに飛んでいってしまうっていうことから、金に糸目をつけない、金を制御できずにどっかに飛んでいってしまうぐらい使ってしまうっていうことわざになったと。で、糸を引くの方は言ってくれた通りもマリオネット操り人形に由来してる、レギュラーチームゲストチームね、今日の回答者の皆さんご褒美マカロン獲得です、はい、おめでとうございます。よっぽどね、リキーさんの方がマカロンみたいな色してんのに。本当にね、ま、マカロン食わなかったら嘘だよ俺。色でいいんですか。何色あります。豊かよ。黄色と赤とオレンジと茶色いのと緑のやつですね。これピスタチオですね、きっと。へ、抹茶じゃないんだ。味が違うの。抹茶だったわ。抹茶だった。抹茶だ。じゃあせーので、せーのでいきますかせーのでいったらみんな同時に感想言うけどせーのでせーの、いただきます。いただきます。いかがですか。うん、頭使った後なんでね。しみるわ。歯にも柔らかい。知覚過敏。歯にもしみるの。単なる知覚過敏のやつ関係ないもっと歯医者行け。柔らかいっすね。本当だね。うーん、あー、こぼした。ティッシュ、ティッシュ。ないの。もっとゴワゴワすると思ったら意外に食べやすいですね。ポロ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 って出てるけど、うまいじゃん。おいしい。んじ軽い感じ。うん、ごめんね、解説陣のみんな。俺らこの後餃子食いに行くんで全然全然お気になさらず。美味しいです、ありがとうございます。
4000円分使って4000円分も大豪遊してやりますよ紹興酒1味上げてやりますよ平均値が1年間分さあというわけで、まあ、食べながらでいよいので、まあ、勝ったチームの人にインタビューなんですが今回は引き分けということでね、まあ、皆さん勝利という形でじゃあ今回の感想を一人ずつお願いしたいんですがね、お口が開いた方からでいいですがよろしいですかね誰か言いますかね、はいはい、じゃあふわっちからマジでマカロンうまいっすおーよかったゲームの感想はないのかな久しく食ってなかったんですけどマカロンの感想だよあこんな中柔らかったんだなっていうのがあって結構硬いイメージあったんで今までなんかどっかで食べる機会増えていくなっていうのがまずマカロンの感想で、まあ、ゲームに関しては、まあ、そうですねやっぱ久々に復帰した、まあ、スコヤとの連携も出せつつまあでも結構、まあ、予想外でしたねこのフミの玉木違うわあれフミノとタマキでしたっけフミとタマキであってましたフミノとタマキは一人だ一人だフミノフミノタマキです、はい、えフミノタマキとフミフミノタマキとフミがちょっとこんなにもあの強かったなってちょっとびっくりしましたまたどこかで決着をつけれたらなと思います、はい、名前覚えてあげてください、はい、まずは名前覚えるとこからいやスコヤどうですかはいいやなんか本当にまあ、生放送ぶりという体なんですけどめっちゃ久しぶりのクイズでなんかどうかなってドキドキしてたんですけども本当にふみのさんもふみさんもなんていうのクイズガチで強いっていうかなって思ってなんかすごい刺激になりましたって言ったら変なのかな刺激になりましたでもすごい楽しかったし最後は一緒に4人でクイズ解けて楽しかったですマカロン美味しかったですありがとうございましたありがとうございますそれではゲストチーム参りましょう。ふみさんいかがでしたか。はい。ちょっと途中で、もう数字がでかすぎてこっちダメだと思って諦めてしまったんですけど、なんか最後挽回してね、相方のかっこいいとこ見れたかなと思ったので、あとみんなでこうやってクイズするのやっぱ楽しいですね。やっぱ一人とかでやるよりも、すごい楽しかったです。呼んでくれてありがとうございました。ありがとうございます。さあではふみのさんいかがでしたか。マカロンがすっごい美味しかったね。だよね。ふわっち系の。ふわっち式の、ね、天才の感想。また食べようね。あ、また食べたいな。次も呼んでくださいね。別にお菓子もらえる企画じゃないから。マカロン食う大会じゃないですか。違ったんだ。でもまたね、お二人ともまた遊びに来てもらえればと思いますんで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。なお、二次クイはクイズの制作クイズノックさんにご協力いただいております。概要欄にクイズノックさんのチャンネルなど掲載しておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。それでは、またの機会にお会いいたしましょう。二次クイ以上です。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。